かぎ針編みの道案内、編みぐるみ編第9回。よくある質問シリーズは今回で最後。引き抜き編みのラインが斜めになるという質問です。こちらをご覧ください。これは増減なしでまっすぐ編んだのに、引き抜き編みのラインが斜めに走っています。これは編み方に何か問題があるわけではなく、一言で言うと仕様です。実はかぎ針編みの編み目というのは、前段の編み目のまっすぐ上に編まれるのではなく、半目ずれたところに編まれるんです。つまり、引き抜き編みの線が目立っていますが、段全体が半目ずれているというわけです。段ごとに半目ずれるということは、全体として見るとだんだんねじれていくことになります。9を編むときは特に問題にはなりませんでしたが、9から外れた形を設計するときなどは厄介なことになります。これはかぎ針編みの性質としてそういうものだと理解してください。引き抜き編みのラインを出さない編み方や、毎段ごとのズレを補正する編み方などもありますが、それは中級や上級でのお話です。それでは今回はここまで。よくある質問シリーズも終了です。次回から中級へ進みましょう。お疲れ様でした。